バヌアツの首都ポートビラからサントトというところに向かいます。ここはたくさんのブルーホールと呼ばれる青く澄んだきれいな水たまりと言ったらおかしいです、湖というほど大きくはないんですけれども、ブルーホールというのがあります。それを見に行きました。サント島はバヌアツの諸島の中でポートビラ、首都のあるポートビラからちょっと北にあるんですね。サント島です。サント島に到着して空港のすぐそばでですね、滑走路のすぐそば、もう牧場になってるんですね。これはヒーク牛、乳じゃなくてお肉のための牛だと思います。たくさんいました。この方は私の席の隣の方だったんですけれども、このサント島出身の方で農家をなさっているというお話でした。いろんなことのお話を聞かせていただきまして、どういうブルーホールに行くのがいいのかとかですね、どうやって島を回ろうかとかいろいろ相談をしました。そして他のタクシーじゃなくて自分が紹介するからちょっと待っていなさいと言って、ご自分の弟さんなんだそうです、タクシーを出さってて、その方に紹介して、その方を紹介していただいて、島をのブルーホールを巡ることにいたしました。この島には外国のですね、資本が入った農場がたくさんあるということで、日本やオーストラリア、それから中国、ここら辺の資本が入って農場が作られているんだそうです。これは日本の資本で作られたところだそうでして、ココナッツの林が広がっています。ここはおそらく観光に訪れた方でも行ったことがないところだろうと思います。なぜかというと、運転手さん、これは私有地なんだけどちょっと行ってみようと言って、事務所へ行って許可を得てですね、そして連れて行ってくれたところです。澄み切った水、そしてちょっと青みがかっていますね。これもブルーホールのうちの一つなんだそうです。とても静かで、素晴らしいところでした。ビデオにも撮ってあります。どうかご覧ください。これはココナッツをですね、ココナッツ油を取るために油をにするんですが、その前の段階ですね、それがたくさんありました。ここではよく乾燥させたココナッツをですね、砕いて、そしてそれを袋詰めにしている、そんなところでした。この写真から少し話が飛ぶんですが、これはもうサント島を見終わってですね、サント島からエファテと首都のポートビラに飛ぶところなんです。この今スマートフォンを操作なさっているのはバヌアツ航空の支配人ピーターさんなんですね。私の荷物が届かなかったので、この方とお話をさせていただきました。それでもなんか早く私手にすることが叶わず、実に4日後に届いたんですね。ですけれども、いろんなことを手配してくださったり、そして次に行くタント島のですね、島のことを私に教えてくれたり、そしてまたその次に行くソロモン諸島のガダルカダルのホテルについてなど、いろんなことをアドバイスしていただきました。この方は以前ですね、日本航空に勤めておられたことがあって、10年ぐらい日本でおられたんだそうです。まあ、そんなこともあって特に親切にしていただいたのかもしれません。
ですけれど、たくさんいろんなことをしていただきました。ありがとうございました。